これでほぼ全員に話しかけたと思うんだけどな、寝込んでる人まで。まだかな。お、よかった。ようやく。じゃあとりあえず戻って話の展開を待ちましょう。頼むぜ。いえいえ。とんでもない。まさかエリザさんがそんなに病魔に苦しんでるとは思わなかったよ。しない展開だなぁ。救われた、チャー救われたのかもしれないけどね、なんかね。黒ギャルがこれで良かったのかな、本当に。さて、じゃあ、いや、もうちょっと行こうか。袋翼、セントスタイン城かな。違うな、こっちだな。まあどうせ電車戻っても銀河鉄道のとこ戻ってもどうせあれでしょ、動かないんでしょ。それは分かってるよ。分かってますよ。どの辺だっけ、どの辺だっけ、あれ、これか。で次向かうべき村町、城下町、多分教えてくれると思うんで、きっとそれで話が展開するんじゃないかなと。お？誰誰？あらあら。これから重要なイベントなんだろうな、今のが。もしかして黒騎士の当時狙ってたお姫様だったりしてね。さすがにねえか。おおー、なんか動いてる。おお、なんだ。ついに動くか。いやでも多分まだだな、これはまだフラグだな。もうちょいってやつだろ多分。うん、行っていいなら全然行くけど。ちょっと行くけどどうせ落ちる予想。何？黒ギャラ叩くな叩くな、機械を。精密機械は叩いちゃダメだぞ。何？動くのか。これすごいね。なんで後ろの車両まで急に現れ出したんだろうか。動いた。
げえ。やっぱり天使界ひどいことになってたんですね。ただいま帰ってきたよ。おお、ベジータ。お前は誰なのか。そういうことなんですよ。いや、すまぬな、ともかくダルよ。よくぞ無事天使界へ帰った。さあおいで。何が起きたのか教えておくれ。他の天使は全然いなくなっちゃったんですか。でも、あれなんですね。輪っかが消えて、羽が消えても、ダルってちゃんと認識してくれたのは嬉しいことですよね。お前は誰だとかなって戦闘になるのかなともちょいちょい思ったんですけどね。人間界のあちこちで異変が起きていることを思いに話したと。ああ、フラグが立ってしまった。これで人間界にまた行くんだ。当然、まあそうだよね。まあそうですよね。女神の果実が実ったあの日。あの後、地上に落ちてしまった天使や邪悪な光の原因を探すため何人もの天使が地上へ降りた。が、誰も戻ってこない。あら。おお、黒ギャル消えてった。でもなんかまた黒ギャルと合いそうだね、なんか。そんな気がするよ。黒ギャルいいからゆいちゃん連れてきてくれよ。ゆいちゃんがいいよな。まあ、とりあえず世界中行きますね。にしても天使界もなんかひどいことになってますね。ひび割れてるし。暗いし。でも世界じゃ無事だったんだな、さすが。明らかに邪悪な感じの空だよね。止めた。お待ちください。なんだなんだ、壮大だな話が。なんだこの邪悪神は一体何者なんだ。これは夢を見てるのかな、主人公が。そういうことなのかな。ベジータ、目を覚ませ。君にはまだ使命がある。戻らなかった。どこからともなく不思議な声が聞こえてくる。守護天使ダルよ、よくぞ戻ってきました。翼、あれですね、多分地球を守った人ですね。翼と氷をなくしてもなおここに戻ってこられるとは、これもまた運命なのかもしれない。あなたに道を開きましょう。私の力を宿せし、青い木があなたを新たな旅へと誘うでしょう。どうだ?そしてもう一つ。これまであなたが旅した地へと戻る呪文を授けましょう。おう。うわ、これは助かるな。キメラの翼をもう買わなくて済むんだ。
天の箱舟で人間界へ散らばった女神の果実を集めるのです。そして人間たちを世界を救ってください。把握した。あー。そういうことなんですね。まだまだ冒険は続きそうですね。さすがにそうか。さすがに早すぎるよな、ここで終わりじゃ。いいんですよ、長老。めっちゃ夢に食いついてきたな、長老。世界を滅ぼさんとするものとそれを止めようとするもの、わしらの知らないところでとんでもない戦いが始まってるのかもしれん。誰が見たという夢はおそらく神のお告げ。聖なる声がお前に女神の果実を集めようと言うならば、わしはそれを信じよう。行きなさい、ダルよ。人間界に落ちた女神の果実を集め、無事天使界を持ち越すための一助となるのです、みたいな感じかな。わかった、行こう。行こうじゃないか。ということはまた黒ギャルと一緒に冒険か。できればユイちゃんになっててくれれば。あー、さすがにないか。黒ギャルか、しょうがない、我慢するか。あー、ユイちゃんに変わんないかな。まあいいか、もう黒ギャルでも。テンション高えな、黒ギャルは。さあ、またも人間界に戻るダルカッコベジータカマセイヌはまた新たな冒険を繰り広げるわけでありますね。そういうわけでございます。効率のいい狩り場ないかな。メタルスライムなかなか出てこなかったんですよ。いい場所があるといいんだけどな。お、新しい大陸ですね、これは。明らかに光ってるね。これは世界中？地上では青い木のところしか止められない。ああ、そういうことなんだ。おお、ダーマ神殿、ついに。いやー、ダーマ神殿ですか、嬉しいね。じゃあとりあえずダーマ神殿行こうか。おお、スライムナイト。おお、スライム、スライム。じゃあダーマ神殿到着ということで、今回はここまでにしましょうかね。次回ダーマ神殿探索から進めていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新、3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。